にちは。スピリチュアルの女神です。今回皆さんに紹介させていただくのは、ツインレイなのに結婚しない理由について。ツインレイというのは、自分にとって運命の相手とも言える特別な存在ですが、結婚しない道を選ぶことには深い理由があるんです。では詳しく説明していきますね。好きすぎて怖くなる。彼と私は似すぎていて、一緒にいると怖くなる。彼のことが好きすぎて不安で結婚できない。こう感じてる方も多いようです。ツインレイと出会うと、相手と一緒にいることにかなりの居心地の良さを覚えます。今までに会ったことのない存在は、生涯を共にしたいとも思うけど、互いに強く惹かれているのが怖いという意見を言う人が結構多いです。相手のことがわからない。ツインレイと出会って間もないので、結婚はすぐには決めれないという方が多く、ツインレイと出会い一緒に過ごす中で結婚したいという気持ちが湧くまでには時間がかかる人もいます。直感でこの人がツインレイだと気づけるような人もいれば、時間をかけて相手のことを理解していく人たちもいるので、こういったことも多く結婚を決めこねてしまうんです。両者とも既婚者だった。ツインレイと出会う時期ってどのぐらいの時期が多いか皆さんはご存知ですか？実はツインレイとの出会いには魂の成長が必要と言われていて、ある程度魂が成熟した中年期以降の出会いが多いです。だからこそ出会った時には両者とも既婚者だったということも多くあるのが現実です。この場合、やっとツインレイに出会えたけど互いに既婚者だったと諦めてしまう人も多く、関係を終わらせてしまう人が大多数。ただこれはある意味試練の一つで、二人で考えてこれからの関係を探ることも一つの方法なんです。中には友達関係をずっと続ける人もいるため、結婚という枠組みにとらわれすぎる必要はないのかもしれません。年齢差がありすぎる。先ほども紹介しましたが、ツインレイとの出会いにはある程度の魂の成長が必要となり、また出会いにも試練が待っている可能性があります。ここまでは既婚者だった時の話をしましたが、それ以外にも多い例が年齢差がありすぎるという場合なんです。例えばあなたが40代で相手が20代の男性とか、20歳も年が離れているのは将来のことも考えて少し考えてしまうのではないでしょうか。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。